ヘンリク・ビエニアフスキのバイオリン競争曲第2番に短調はこの作曲家の代表作の一つ。ロマン派音楽の時代で最高のバイオリン競争曲の一つであり、感動的かつ感動的な旋律と火星によって記憶に残りやすい作品となっている。1856年に着手されたらしい。1862年11月27日にサンクトペテルブルクにおいて、 アントン・ルビンシテイン式のもと、作曲者自身の独奏で荘園された。1870年の出版府において、親友のパブロデ・サラサーテへの検事が書き込まれた。演奏時間は約23分ほどである。独奏バイオリン、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルンに、トランペットに、トロンボーンさん、ティンパに、言語部以下の三楽章からなる。 アレグロモデラートアレグロモデラート、ロマンスアンダンテ、ノントロッポロマンス、アンダンテノントロッポアレグロコンフォーコ、アレグロモデラートアレグロコンフォーコ。アレグロモデラート第一楽章においては、厳粛で不安な第一主題と、序情的な第二主題の両方の要素が、独創バイオリンによって伸びやかに発展され、驚異的な装飾音を施されていく。切れ目なしに、感情楽章へと突入する。 このロマンス学章は辺路町長調で8分の12秒子のたゆたうような旋律に基づいている。中間部で印象的な山場が形成される。アレグロコンフォーコという発想記号のついたラプソディック、長ックとバイオリン独奏の家電差によって修学章が導かれ、ハンガリー風のジプシー様式による目まぐるしいロンドが始まる。第2エピソードと第3エピソードの途中で、 第一学賞の第二主題が改装される。ありがとうございます。